いつも観覧ありがとうございます。さて今回は、いっぱい広がってると思うんですけど、こちらのぶっ飛ばソウルの、第2弾といいますか、基本的には01弾ですねの、30回これ回してきたので全部一気に開けていきたいのと、あと今日ですね、ちょっと見づらいと思うんですけど、ヨドバシカメラマルチメディア秋葉で行う仮面ライダーエグゼイド変身ベルトデラックスゲーマドライバー体験イベントにガンバライジングも出展で、新しい姿に生まれ変わったマシンを一足先に見ることができるチャンスということで、これもちょっと言ってきたので、そちらの簡単な、ご報告をさせていただきたいと思います。ガンバライジングは、今度木曜日にね新しくなるんですけども、いろいろもうだいたいレジェンドレアのカードも把握できちゃった感じですね。この大発表会でカードが映ってたんですけども、これでだいたいレジェンドレアは合計8枚か、になっているようで、さらに、こちらのぶっ飛ばソウルとの連動も始まるということなので、前からやっていて、一応こっちは集めてたんですけども、今回別のなんか通常のキャラクターではない、ぶっ飛ばソウルのメダルも出るみたいだったので、とりあえず一気に回してきました。ではまず最初ですね、ぶっ飛ばソウルのメダル、どんどん開けていきたいと思います。で、今回も、星5かな？星5が4枚。で、今回は星5とりあえずやっぱ4枚、30個開けてきたんで集めたいですね。まずは、電王。星2ですね。違うか。ガチャで出るのは星4だったかな。星4、星5だった気がした。星4か。あ、早速来ました。これは挑発っていうコインらしいですね。自分もちょっと回してきて結果が見てないんで、あ、まだ電話だ。被った。見てないので、できればエグゼイドの星4は欲しいところですね。お、星3、ギルスですね。ギルス。どんどん開けていきましょう。で、お、あ、早速来ました。仮面ライダー、デンブ。こちら、星1ですね。残念。で、もう全然。お、はい、続きまして、星1、ゼロノス。ゼロノス、確か今回、星4があって、気がします。やっぱ出ない。あー、ゴーストの闘魂ですね。こちら星3。あ、また来た。エナジーコイン、これ挑発ですね。これもガンバライジングで使って遊べるみたいなので、できれば全種類欲しいですね。あ、星2でまたゲームだ。ゲーム出現率高いですね。で、よいしょ。お、仮面ライダースナイプですね。で、お、あ、星4だ。よし。仮面ライダー、アナザーアギトですね。見えづらい。星4、一発目ですね。よし。でも、できれば、エグゼイドが欲しいところですね。あ、はい、また電王。はい、あ、違うエナジーの来ましたね。これなんだろう。エナジーアイテムは、とりあえず今回は4種類。高速か、挑発、鋼鉄か、ジャンプ強化。この4種類みたいですね。とりあえずこの4種類は全体的に一応集めてはおきたいですね。あ、アギトですね。普通のアギト。これ星2。電王。電王で。お、星4来ました。星4のゼロノスですね。あ、また電王。あ、ゲームですね。お、あー、ちょっと光ってるけど違う。カメラダーゴーストの無限魂、星2です。はい、ギルス。星1。はい、ゼロノス。星1。カメラダーゴースト。あ、星3ですね。闘魂。また来た。挑発。挑発多いな。はい、カメラダーアギト。はい、仮面ライダー、ゲーム。ゲームはまだ本編登場してないので、来週あたり、あ、本編、出てるっちゃ出てるけど、ゴーストダンの時に出ましたね。お、来た！エグゼイド。だけど、
星2の方ですね。はい、来た。あ、来た。見づらいか、仮面ライダーゲームの星4。これはレベル3ですかね。スポーツアクションゲーマー。これは、見た目がいきなりなんかいかしくなりましたね。なんかヘルメットをかぶった感じになってんのかな。かっこいい。あ、また電話。お、じゃああと2つ。見えちゃった。ゴースト。ゴーストの闘魂。星2ですね。そして最後ラスト緑色でエグゼイド来い。あ、来ない。はい、残念。仮面ライダーゲームですね。星2。あ、なんで結構3000円で星4が3つかな。アナザーアギトとゼロノス、あと、仮面ライダーゲーム。とりあえず3種類は揃えましたね。あとはエナジーアイテムがまだ2種類しか出てないのと、これもちょっと早めに集めなくちゃダメですね。で、あと、今日は秋葉原に行った理由としては、まあ、多分できないと思ってて、一応行ったんですけども、まあ、まずこちらの、ゲーマドライバー付属の、ガンバライジングカードですね。こちらと、あと、テレビくん、買ってきて、テレビくん付属の、ガンバライジングカード。表がレベル1。で、バーストするとレベル2に変わる。で、これが注意書きが書かれてまして、このカードは10月6日稼働、ガシェット変身1段から使えますと書いてあるので、ひょっとしたらこれ読み込むことできないかなと思って今日楽しみにしていったんですけども、あの人展示だけでゲームすることはできなかったので、これは、まあ、6日に、遊んでいきたいと思います。で、さらに、今回、そのイベントだったんですけども、先行で、こちらの、ドン、エナジーアイテムチョコ。こちらがあったので、こちらを20個買ってきました。で、なんで買ってきたかっていうと、ここに小さく、あ、ミラクルライダーボックスキャンペーン実施中って書いてあるんですね。なので、これのために買ってきました。なので、ただ、前のフワチョコ結構個人的に好きだったんですよね。で、チョコ型のお菓子が多分3つ入ってて、あとオリジナルの台紙が1枚。で、さらに運が良ければ、大当たりシールが入ってるっていうことですね。なので、これを全部バンバン開けていきたいと思います。で、前回、ゴーストの時のフワチョコモナカは、ワンボックスかな買って食べたんですけども、結果的には全部、大当たりは入ってませんでした。ここで当てておきたいとこですね。まずチョコレートから。あー、いいですね。これ保存もちっちゃくて楽そうですし。ブレイブ。おっとっとしちゃった。で、お、スナイプ。で、で、エナジーが来ましたね。まさかここでエナジーが。で、台紙。ほう。はい、エナジー。エナジー。エナジーちょっと多すぎじゃないか。あ、ブレイブ。で、エグゼートとスナイプの台紙。台紙の種類も何種類だ ?10 種類かな?台紙全10種類ですね。なので、1回でコンプできれば一番嬉しいんですが、エナジー。エナジー多いっすね。エナジーって言っても子供喜ばないんじゃないかな。お、で、エナジーとスナイプ。エグゼイド。エナジー。エナジー。で、エナジー。あ、エナジー。エナジー。あ、エナジーじゃない、いや、ブレイブだ。あ、スナイプか。はい。エグゼイド。スナイプ。エグゼイド。で、エグゼイド。ゲーム。と、エナジー。いやー、20個買ってもまあ当たるもんじゃないよなー。前ワンボックスだったから、すごい開けたんですよね。食べるの大変だった。確か120個ぐらい開けたんですけど、結局、大当たりは、ゼロだったので、ブレイブ、エグゼイド、あ、スナイプ。で、スナイプ、
はい、エナジー2つ。せーの、せい。お、全部エナジー。これはがっかりだな。ここは、ほい。うん。そっちは、はい。ゲームとエナジー2つ。はい、スナイプ、ブレイブ、スナイプ。エナジーとブレイブ。ほんと、どこにシールが入るんだろうな。ここが、はい。2つ。じゃあ、ラスト。はい。ブレイブ。はい、ブレイブとスナイプとエナジーですね。まあ、20個開けましたけど、大当たりのシールは、入っていませんでした。まあ、相変わらずですね。台紙の方は、結構集まったかな。台紙の方はまず、こちらがエグゼイド。レベル1とレベル2ですね。で、スナイプのレベル1とレベル2。で、ブレイブのレベル1、レベル2。ゲームがレベル2からしかないですね。ゲームとレベル1、3キャラ。そして2枚くっつけると、イラストにないう、Are you ready? と書いてある。ブレイブゲームと、まあ4人ですね。これで台紙は全部ですね。特に台紙自体にキラキラとかそういうのは一切なかったですね。で、今回20個開けましたけど、シール、大当たりシールはなし。で、このお菓子自体は、10月頭発売なので、まだただ、ライダーボックスキャンペーン何が入ってるかとか、どういうものなのかって、まだ一切出てないんですよね、情報が。なので、これはちょっと気になりますね。どういうものが当たるのか。まあ、応募券でね、ちょこちょこ、応募してみたいと思います。そして、10月、6日かな ?6 日からガンバライジング、がっちり回していきたいと思いますので、6日は結構頑張って、ただ、今回はレジェンドレアが8種類。とりあえずエグゼイドのキャラはほとんど出るっぽいですね。エグゼイド、ゲーム、ブレイブ、あと、なんだっけ、スナイパーか。あ、スナイプ。スナイプと、さらにもう一つ何でしたっけ?もう多分出るみたいですね。出そうですね。ナンバー抜けてるので。なので、1、2、3、4、5、6、7。あと、レジェンドレアで、タトバかな?オーズが来るみたいなので、それで8種類。今回は初日にコンプはちょっと難しそうですね。今までの、入ってる率だと、だいたい5000円、まあ50くらいで1枚ぐらいの感じで出るので、今回その調子で出られると、ちょっと初日2日間で集めるのは厳しそうですね。ちょっとお金の事情もあるので、今回もゲーマードライバーとかおもちゃをいっぱい買った上で、さらに、ぶっ飛ばソールも回してきて、さらにお菓子も回して、さらにここからガンバラージュが来るとなると、ちょっと家計的に厳しいので、まあ、ちょこちょこ。まあ、初日にね、できればレジェンドレア4枚、5枚ぐらいはね、動画にアップしたいと思いますので、ガンバライジング、楽しみ方はお待ちください。では、かなり雑な動画でしたが、観覧ありがとうございます。変身タカ、クジャク、コンドル